はい、ダメさんなんでーす。今日はね、会社から許可を得ましたんで、ウキウキでやってきました。中華リーグや、ね、中華アイテム、こちらの方を、ね、今日は買っていきたいと思ってます。会社のお金で。はい、続きましてが、まあ、先ほどもね、アイテムで言わせてもらった謎のスプリングの仕掛けなんですけど、それを検証するための新しい高品質 4.3 インチ HD カラフルな水中魚群探知機ビデオカメラ。長すぎー。カメラです。竿につけれる、カメラですね。すごい綺麗に見えるということですけど、どうでしょうか。カメラマンは一切つかんのじゃないかと言っておりますけど、水中舐めてる。いやこれね、撮れできたらもう何でもいけるし、アヒルちゃんにこれ浮かばして、私に変なものつけるな。こういけてると思うけどな。はい、続いてが、はい、光るエギ。エギで光るんですよ。もう釣れるでしょこれ。2.5号、まあ、アキイカとか用なのか、まあ、まあ、メタルスっての上につけるのでもいいですし、まあ、完全に電池入ってますよ、これ。この電池を変える方法が、ちょっと想像つかないんですけど。返してかな。でもね、購入のレビューが1072件入ってるんで、ちょっと期待ですね。続いてですけど、デンちゃん2。デンちゃんの親戚。これもね、売ってたんで、ちょっとね、リベンジしたいな。まぁ、ちょっと、やり方は変えたいなとは思うんですけど。ほら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 。動いてきましたね。泳いでてる、泳いでてる。泳いでる、めっちゃ泳いでる。すごい泳いでる。ああ、もう釣れてるみたいになってる。前はアメリカ産だったね。アメリカ産のデンちゃんなんですけど、今回は中国産のデンちゃん。ぜひね、ちょっとね、動いてるところをね、みんなに見せたい。で、あとちなみにこっちの方のデンちゃん、ちっちゃいミノですね。ミノタイプのデンちゃんも買ってみました。はい、全然懲りてないね。やっぱりね、気になってるやつをちょっと買いました、今回は。はい。オートマティックフィッシングロッド。これやばいでしょ、竿折れてんすよ、最初から。これ、折れてて竿のグリップが刺さってるっていう。これ、どうやって投げてんのかな。投げてから刺してんのか。いやわな。わかんない。オートマティックロッドっていうことは、来たら、多分ですよ。こう、ぐぐぐって来たら、ビューンってこうなるわけだよ。で、ギューンってなるわけだよ。もう、買ったでしょ。竿が飛んでいきそう。最後になるんですけど、やっぱりね、これは買っておきたいなと。買ってよかった釣り具ランキングで僕上位に上げさせてもらったんですけど、ゴルフですね。のステッカーはございません。ゴルフです。はい、ゴルフのちょっとね、色違うやつ見つけたんですよ。こんなね、虹色のやつ。これやまないですか。これのね、3000番と4000番買ってみます。ドラッグ力が18キロ。ほんまにあるかな。18キロ、18キロっつったら、こんなごっついポリタンク上がるからね。上がるんかな。無理じゃね。ちょっと検証してみたいな。今回の買い物の合計金額が送料込みで 59,832円。購入しまーす。高くない？高いな。5万9000円やったらルミナスレアリティとかね、買えちゃうよねっていう。いきまーす。はい、注文が完了しました。さあね、これね、届くのはだいぶ先になるんですけど、商品届きましたら、しっかり開封の動画と、検証する動画やりたいなと思いますんで、まあ、購入の方はね、もう自己責任で、皆さんお願いしますね。それではね、商品が届くのを待ちましょう。さよなら。